まずバッハの作品を演奏するにあたって、ヨハン・ゼバスティアン・バッハはドイツの作曲家で、バロック音楽の重要な作曲家の一人です。音楽の父と称される音楽家でもあります。バロック音楽というのは、ヨーロッパにおける17世紀初頭から18世紀半ばまでの音楽の総称です。今から300年くらい前の時代です。ピアノという楽器はありませんでした。ピアノの原型にあたりますチェンバロで演奏されていました。このチェンバロは英語ではハープシコード、フランス語ではクラブサンと言います。ピアノとチェンバロの違いは、まずチェンバロにはペダルがないことが挙げられます。ですので、今日ピアノでバッハを演奏する場合にも、基本的にはペダルは使用しません。次に音を出す原理が違います。ピアノは弦をハンマーで叩くことで音が出ます。しかしチェンバロは爪状のプレクトラムで弦を書いて発音します。ですのでチェンバロではピアノのようなダイナミクスな演奏はできません。それからバッハの音楽は大砲的音楽です。多声音楽でできています。多声音楽のことをポリフォニーと言います。ポリフォニーの対義語としてはホモフォニーとなります。和声音楽です。曲集に採用されています15調は、波長調、波短調、二長調、二短調、変補長調、補長調、補短調、へ長調、へ短調、徒長調、徒短調、異長調、異短調、変路長調、路短調と、英へ短調、英波短調、変異長調を除く15調が上行形に整えられています。シャープフラット4つまでの調です。このように調が整えられていることも、バッハの作品の特徴とも言えます。ではバッハインベンション第1番は3つの展開部から構成されています。第1展開部を見てみたいと思います。1小節から6小節となります。まずこの曲の主題はとなります。主題のことを主導機とも言います。が A が B となります。この主題に対して第一三線律が置かれています。この対戦律の装飾記号ですが、私はモルデントとさせていただきましたが、原本や版によってはプラウラー、これプラウラーのことをプラトイラーとも言いますが、の表記になっていると思います。戦術的にモルデントの方が良いと思いますので、私はモルデントを表記させていただきました。モルデントの場合はというように演奏してください。2度下の音に出て戻ります。プラウラーの場合はまたはというように演奏してください。2度上の音に出て戻ります。モルデント、それからプラウダーは頭合わせとなります。装飾音が拍の前に出ることはありませんので注意してください。第一展開部を3つの区分に分けることができます。まず A にあたります 1,2 小節です。1,2 小節は主題が上声下声に交互に掛け合い、それに対して上声に第一三線律が置かれています。2小節は5度高く写された模倣です。
奏に関してですが、バッハの8分音符の弾き方は演奏者により様々です。私は第一三声律はレガート、二小節左手のはノンレガートで演奏しています。対戦術の弾き方は意見が分かれると思いますが、オクターブをノンレガートで演奏することは固定した見解だと思います。次に B に当たります。3、4小節です。上声の赤の点線部分は主題の反抗形となります。次第の反抗形が4回繰り返されています。下声では主題 A のが第一対戦術のリズム、主題 A というのはが、第一対戦術のリズムで3回繰り返されています。は対戦率の伸長と解釈できると思います。そして C にあたります。5、6小節です。A と B を融合した区分と解釈できます。まず主題と第一対戦率による掛け合い、次に上声は主題の反抗形の反復、6小節の部分は主題の反抗形の後半の反復です。下声は B 同様対戦律です。その後カデンツとなっています。カデンツは終始のことを言います。5小節目の上声、この部分は1小節目の対戦律の変形と解釈できます。またバハにおいての7度音程は、演奏する際に大切と言われています。テキストの方には第一展開部の構成を、図にしましたので参考にしていただけたらと思います。では第二展開部を見てみたいと思います。小節から14小節となります。第1展開部は第1展開部の二重対法による展開となっています。要するに第1展開部の上声下声を交換した構成となっているということです。ただ90小節の2小節分が増えていることが相違点となります。それから調もゲードア、セードア、デーモール、アーモールと細かく転調しています。第1展開部も3つの区分に分けることができます。まず A にあたります。7、8小節です。第二展開部ではゲードアで声部が交換されていますが、第一展開部同様に主題が交互に掛け合い、それに対し第一対戦列が置かれています。
次に増やされています2小節分 A' ダッシュにあたります90小節です。主題および第一対戦術が反抗形となっています。反抗形になっていますが7、8小節と同じ構成となっています。セードワーからデーモールに転調しています。 B にあたります11、12小節です。第一展開部の B にあたります区分同様、上声・下声は交換され転調していますが、主題の反抗形が4回繰り返され、対戦律が3回繰り返されています。ここでは D モールから R モールに転調しています。 C にあたります13、14小節です。同期展開されていますが、やはり第一展開部の C にあたります区分同様、 A と B を融合した区分と解釈できます。まず主題と第一対戦律による掛け合い、次に下声は主題の反抗形の反復、上声は解釈されています。その後カデンツとなっています。解釈されています上声部分は、主題の反抗形の後半が3回繰り返された後、主題の後半が使用されています。その後主題の反抗形の前半カデンツにつながっています。14小節後半のフレーズ、ここですねは、第一展開部6小節のフレーズから作られています。この部分を、上声と下声を交換して移調しますと、この部分から、作られていると考えられます。第一展開部の構成は ABC と2小節ごとの構成ですが、第二展開部も A の部分が倍に拡大され反抗形と転調が用いられていますが、基本的には第一展開部同様の構成といいます。 A'BC となります。構成図を作りましたので、比較してみていただけたらと思います。では第三展開部を見てみたいと思います。15小節から22小節となります。かなり自由な処理ではありますが、第3展開部も第1展開部、第2展開部の構成同様3つに区分されます。まず A にあたります15、16小節、の代わりに2分音符の持続音が置かれていますし、主題も反抗形の掛け合いと主題の掛け合いといった組み合わせではありますが、基本的な構成は第1、第2展開部の A 同様と解釈できます。 A' にあたります17、18小節も同様です。
調は異なりますが、A は、Dモールから Z ドアに転調しています。 A ダッシュは Z ドアから F ドアに転調していますが、A と A ダッシュは共に主題の反抗形、それから主題の掛け合いとなっています。A ダッシュの情勢のフレーズをもう少し詳しく見てみますと、A の部分、これは、水平展開による直進模倣となるということになりますが、ラスというように、主題の反抗形を逆から演奏するフレーズとなっています。B にあたります19、20小節の2拍目まで、右手は主題、左手は対旋律の反抗形が3回にわたって反復しています。第1、第2展開部の B に損をするものと解釈できます。 C にあたります20小節3拍目から22小節です。他の展開部の C の部分に相応しますが、曲の終止となるために大きく改修されています。まず情勢に関しては、これは対旋律の変形となっています。主題の反抗形です。 A の後半、 A の反抗形の後半です。下声の方は主題です。対旋律となっています。 A の前半が置かれています。そしてで A と、対旋律の混合形となります。最後の部分はこれ下電子となっています。それから第3展開部は楽譜の方にも示しましたが、Dモール、Cドア、Fドア、Cドア、Fドア、Cドアと細かく転調しています。構成図を作りましたので、参照ください。最後に曲全体の構成が見て分かるように楽譜に示しました。強弱、テンポも示しましたので参考にしてください。テンポはモデラートからアレグロが適当だと思います。私は、アレブレットぐらいで演奏しています。このビデオ講座に沿った、PDF 書籍をインターネットで販売しています。詳細は、紹介文のリンク先よりご覧ください。よろしかったらご利用ください。ではバッハインベンション第1番をもう一度演奏してみたいと思います。